それは言い過ぎだと思います。それ調子乗ります僕は。まあ、今日ちょっと話したい理由プラス話す内容なんだけど、はい、まあ、日本の高校の時にあって、はい、そこからの、まあ、2016、まあ、15、16、17、18で今2020っていう時の、まあ、その時に、はい、まあ、起こったことプラスその時のなんか有志の気持ちとか気持ちとか、あの有志って結構このアップダウンがあったなって俺は思ってて。そうですね、かなりありました。でもそれって今ね、アメリカに行きたい人っていうのは一番聞きたいことだと思うんだよね。うん、だからじゃああの時に自分は知ってるよ、あの時ちょっとダウンしてたなっていうのは、はい、でもじゃあなぜダウンしていたのかとか、うん、そのどうやってそのダウンから今に持っていけたのかっていうのは、うん、あの、まあ、自分も興味もあるし多分選手たちも興味があるから、なるほど、そういうところをちょっと聞きたいなと思ってて。了解です。で一番初めに会ったのって多分記憶があってれば2015年の高3の夏だと思うんだよね。そうですね、まだ僕がなんだ横川にいた時です。そう、横川のニュースにいた時ですね。で高校の試合を見に行ったと思うんだよ自分は。あの何度か、はい、来てくれて、ユース対どこかの高校、はい、なんか埼玉のもう本当に暑い日を覚えてるから。ああ、あの田代雄大がフリーキックを決めた日で、あで有志はセンターバックをしていて、そうです、田代雄大が左サイドバックだったと思うんだよ、うん、でそこからまあアメリカについてどんどん話を進めていったと思うんだけど、はい、2016年の3月に卒業したと思うんだよね多分。2016、そうですね、2016の3月に卒業して、ですぐアメリカに行ったって感じでした。そうだよね、4月5月になる前に行きましたに、はい、まずは語学学校のゲートウェイプレップアカデミーに行ったじゃん。そうですね、あの時はどうだったの、その体験とか。あの時はすごい気持ち的にフレッシュで、うん、わあアメリカだ、よっしゃアメリカ違う国でサッカーができる、うんうんうん、でモチベーションはもうやっぱトップにある感じでしたね、うんうん、すごいウキウキしてやってやるぞっていう気持ちでいっぱいでした、うん、そうだよね、写真とか SNS 見る限りはさ、はい、すごい生き生きしてるなと思って、はい、そうですね、若かったですね。当時は考えてみると。そっかそっか。で半年した後に、はい、2017の1月に、はい、エルカミノかな、多分ゲートウェイに3ヶ月ほどいたんですよ。ああじゃあもう9月に行ったんだ。もう多分夏、秋が始まる前に僕はエルカミノの方に編入したので、じゃあ夏入るちょい前ぐらいです。2016年の9月にもうカリフォルニアに移動したってことだね、はい、そうです、うん、でその時のエルカミノの環境とか、その、はい、大学自体はどうだった。大学自体は何だろう、まあ一気にゲートウェイ行った時はすごく、うん、環境的にも田舎の方で、うん、で自然が多くてすごいコミュニティも狭いような、うんうん、そんな感じで、何だろう、友達とも距離近いし先生とも距離近いし、うん、いう環境だったんですけど、そのロサンゼルス、エルカミノ自体はロサンゼルスに今あるので、カリフォルニアの、うん、で一気にそういう都会というか、うん、ちょっと外れたとこに行って、で、あ、いいジュニアカレッジだなっていう思ったのが第一印象で、でチーム自体もそんなにレベルとか、なんだろう、ネットでそんななんかしっかり調べたわけではない、うん、大体で、あ、これぐらいかで行こうっていう感じで行ってしまったっていうか、行った感もありました当時、うん、なんかその頃は自分がいる神の推したわけじゃないじゃん。そうですね、なんか有志が結構いろいろ調べて、はい、カリフォルニアに多分住みたいっていう気持ちの方が強かったのかなと思ってて。多分そうだったと思います。やっぱりビーチ沿いっていうのが、うん、ちょっとあ、天候、ああなるほどね、
雨があんまり好きじゃないので、うん、当時そういう感じだったので、うんうん、でまあ演劇今僕メジャーで撮ってるんですけど、うん、その演劇についてフィルム系について学びたいっていうのも兼ねて、うん、当時の僕はあのカリフォルニアを選んだのかなと思います、うん、はい、まあ、それが2016-2017のシーズンを1年目やって、はい、で2017-2018もあの2年目でエルカミノでプレーをしたじゃん。はい、で2年目っていうのが多分自分はユーシと1年ぐらい話してないと思うのよ。そうですね、うん、僕からしてもあの当時ですか。そうそうそう、あの時、なぜ喋りたくなかったのかとか、何を思ってちょっとダウンしてたなとは自分は思ってて、うん、その時はどうだったの？いやもう気持ち的には、うん、そのまず当時エルカミノに入って、うんうん、でチームメイトっていうかチームを見た時に、うん、すごい幻滅したっていうか、うん、俺ここでやってくんだっていう感じしかなくて、うん、だけどまあ他から入ってくるとかそういうことを信じてて、うん、まあまだその他から入ってくる選手を来るのを待とうっていう気持ちで待ってたんですけど、でサッカーのレベルが低かったってことだよね。そうですね、うん、レベル自体があんまり僕が求めてる ところではなかったっていうか、うんうん、それが強くて、うん、で1年間プレーして、でその1年通して、うん、まあ、全然ダメだった。僕のチーム自体も全然勝てなくて、うんうん、本当に一生何も 何十敗とかそういうチームだったので、うん、でからの2年目入って、うん、で2年目はぼちぼちだったんですけど、うん、レベル自体はそんなに変わることもなくて、だけどなんだろう、自分を信じてその次できる次その行くために個人的にはトレーニングしてたつもりだったんですけど、うん、だけど気持ち的にはすごいそのモチベーションを保つっていうことが疲れてきたっていうか、うん、なるほど、うん、僕は何をしてるんだろうって、多分他のその選手00の選手たちの活躍を1年目2年目の活躍を見てて、うん、そのネットとかで、うんうんうん、で僕と全然違うところでやってて、うん、でレベルもそれなりに高くて、うん、というと田代雄大、そのジュニアカレッジもトップでやってて、うん、でチャンピオンにもなってるし、同じチームだったのでやっぱりそういうところが多くて、うん、それと比較した時に俺はもう気持ち的にすごい、うん、当時はたんのせいにしたくなかったけど、うん、なんか、うん、多分せいにしたくなってたよ、うん、なんでここに来たんだ、だから話したくない、誰と話したかな、うん、当時は本当にどうやってモチベーションを持ってこようとかも考えたくもなかったし、うん、ただただなんだろう、その、うん、過ごしてただけなのかな人生を、うん、って思いますね。そうだよね、あの時は、まあ、有志に自分が連絡しても、まあ、帰ってくるんだけど、まあ、一言とか、それかまあ帰ってきても1ヶ月後とかっていう時期もあって、で、まあ、SNS に自分もアップしようかしないでおこうかっていうのを結構悩んでる時期もあったのよ。例えばあの有志のことじゃなくて、例えば田代雄大、まあ、まあ、田代雄大なんて正直4年間アップする情報しかないのよ。そうですね、もう1年目から全米優勝して、2年目も全米優勝して、3年目にはもうクレイトンって言ってもうディビジョン1でもトップ級のチームに行って、うん、で4年目もフリーキックも半端ないの決めて、いやすごかったですね、でキャプテンをしてみたいな、うん、っていう情報は有志のことを考えるとアップしたくないなっていうのもあったんだけど、はい、まあ、ごめんだけどやっぱり有志の、ね、ことだけじゃなくて他の人にもこう、田代は今こういうことをやってアメリカで活躍してるよっていうのを伝えたかったっていうのも一つだし、うん、で、まあ、その時あんまり有志とは連絡がつかなくて、で2018年なのかな、うん、に日本に1月ぐらいに帰ってきたんだよね。そうですね、であれ、最初 1,
一番最初の曲ですかね、確か。多分そうだったかな、あの、早稲田のマクドナルドで、はい。話して。はい、ああ、あれ1回目か、2回目かな。2回目ぐらいじゃないかな。多分2回目です。うん、多分1回目はね、ユシと会ってないと思う。そうです、会ってない、うん、そうだ、うん、会いたくなかった、ね。そうそうそう、だと思う。うん、もう当時の僕からしたら何も残してないし、もう俺何やってんだと思って、ゆうきさんに合わせる顔すらもねえなと思って。でも本当にいやいやっていうか、まあ人間的には成長しました。うん、そのすごい、うんうんうん。だけどサッカー面で見たら本当にもう何もない。うんうん、と正直僕からしたら、多分他の人からこうアメリカに渡ってきた選手からしても、ゆうし、ん、何やってんだっていうか、うんうん、何かしてたのっていう。レベルの記録しか残してないし、うん、なるほどね。での2年目、そうだよね。2回目のゆうきさんでした。うん。で、もうあれは自分は忘れられないの。マクドナルドで会って、で、まあその時に初めて、まあゆうしのちょっと気持ちとかを聞いて、そっから今後どうするのかっていう話になった時に、自分はハリウッドを目指すんだ。っていう時、その時初めて聞いたんだよね。うん。で、まあ有志以外の選手であればちょっとハリウッドはちょっときついんじゃないかなっていう思いもあったりするけど、それは言い過ぎだと思います。調子乗ります、僕は。違う、あのどちらかというとその舞台に立ったりとか人前でなんかをするっていう意味でのそのハリウッドっていうのは厳しいんじゃないかっていう、あの意味で、その有志だったら、いや逆にやっぱりそうチャレンジした方がいいんじゃないかなっていう後押しはできたと思うんだよね。後押しって言っても何もしないけど、その一応いいんじゃないのってすごく思えたっていうのがその時の気持ちで、でもその後も結局エルカミノ卒業できなくてもう1年間残ったじゃん。はい。でその時はサッカーは大学ではできない、町クラブっていうのか、まあ、その社会人チームでプレーをしつつ、まあ、ハリウッドに行くには演劇をするにはどうするのかっていうのを考えた1年じゃないかなって思ってるんだけど、 その3年目のエルカミノはどういう気持ちで過ごしたの？はい、